おはようございます。お菓子教室ひすなずたの大下香織です。私はお菓子で仕事をしたい方のために、お菓子の制作の技術やあとは集客開業のサポートもさせていただいております。あ、かつみさんおはようございます。なんか月曜日が来るのがあっという間ですね。もう朝からライブするってなるとですね、結構ね、金曜日ぐらいからそわそわして何喋ろうかなと思ったりしております。今朝ちょっと余談なんですけれども、私の犬がですね、うちミニチュアダックスフントを飼ってるんですけど、もう12歳になりますね、この8月で。で、人間だったら64歳ぐらいなんですが、まだ若い、まあそういう意味ではまだ若いんですけど、で、まあうちの犬ご飯おいしいの私あげてるんですよね。生肉と生野菜を切って、それの上にヨーグルトとか味噌汁とかなんかね、発酵させたものをちょっと入れるんですよ。納豆とか。それはもともと犬は狼が祖先なので、狼どんな風な食べ物を食べてたかというと、まあ、お肉とか骨とかあと野菜を取ってんのはその食べている、まあ、草食動物のことが多いので、の胃袋からそういうビタミンとか取ってたんですよね。でちょっと半発酵してる状態の野菜を食べてたっていうことで、まあ、そういうご飯をあげてるんですけど、めちゃくちゃそれがこう食べるのが好きで、もうなんかいつでもクレクレ状態のうちのワンコなんですけど、朝も4時半に起こしてくれるんですが、それはお腹を空いて私を起こすんですよね。わわわわんって起こすんですよ。もう耳のところでわわわ、ママ起きて、お腹空いたみたいな感じで起こしてくれるんですが、それがなんと起きなかったんですよね。昨日か一昨日やったかな。で、と思って朝起きた私6時過ぎやって、と思ってうちのワンコを見たら寝てるんですよ。もう死んだように、どうしたんって言ってご飯あげようと思ったら、あんまりいらんって言い出して、うわーって、こんなこと初めて、うちの犬がご飯いらんってあるのみたいな。で、どうしたもんかなっていうので、ちょっと果物あげたりとかしてたんですが、次の朝ですね、昨日の朝になんかこう何があって、今夏バテかなと思って、でちゃんとまともに散歩行けてないんですよね。で朝にもう私が自転車後ろ乗して近くのちょっと大きめの公園に行って、でいつも大好きで遊ぶボールを投げてって、朝は涼しいので行ったらすごいバーってちょっと走って、で帰ってきたらご飯食べて、で寝たんですよね。あーと思ってよかったと思うけど、やっぱりその晩ご飯はいらんみたいになるので、まあ、でもやっぱり運動、やっぱ外に出るっていうのがすごい大事だなと思って、なんか今日の朝も頑張って行ってきたんですよね、さっきね。で、いやー、その寝てる時になんかね、鼻が詰まってる感じで口で息しててふんがふんが言ったり咳したりするんですよ。で、それもいやどうしようかな、やっぱり病院連れて行こうかなとか思ったりちょっと悩んでたんですけど、うちの娘たちも犬死ぬってマジありえへんって言って、どうしようどうしようって言ってやってまあね。で今日朝さっき行ってきたら、なんか朝実はねすっごい犬のコミュニティっていうか、みんなすっごい行ってるんですよ。実は犬の散歩でその公園にすごいたくさんの人が集まってて、うわーっと思ってんですけど、そこでおじさんがファーって、わーかわいいなこの子って、若いやろってか、いや実はねもう結構いい年でこうこうこうで元気がなくてって、なんかそんな経験ありますかって、わしのところはな去年死んだけど19歳のダックスやったわって言って、で実はねって言って、ご飯食べないとかすごい元気やったのに困難なんですよとかいう話をしたら、なんかおじさんが、いろいろ喋ってくれたのね。僕の犬もその食べへんかった時もあるし、鼻詰まってる子もおったなって、でもまあご飯食べてこうやって歩いて、あの水飲んでおしっことうんちしてたらもうええとしようかって、なんか変なことしてね、例えば手術とかねしてっていうのはもう望んでないんちゃうかみたいな話とかね、まあでもほら今見てたら元気や、映画の映画なみたいな、なんかそのおじさんの話を聞いて私すごいね落ち着いたんですよ。なんか
せやな今歩いてるしなってで帰ってきたご飯をねぜいっぱいじゃないけど食べたんですよね。でこの時にすごい思ったんが、あコミュニティ大事って、この悩んでる時こそ外に出た方がいいなと思って、でそしたらそういうもう目がね多分ね犬のお悩みを解決してくれる人いないかなって目がランランしてると思うんですよ。でそういう人と出会ってお話しすることができるから、やっぱり外に出た方がいいなと思いました。でやっぱりコミュニティ、同じ経験をしてるもしくは先に行ってる人のコミュニティを持つのってめちゃくちゃ大事だなと思いました。なんて心の平安が気づけるなと思いました。はい。で、前置きでねそれ喋ったのですごいなんかいい学びやったなと思って、朝からだから皆さんにちょっとお話ししました。はい。で今日のお題はですね、車の運転から学ぶ、やり続けることで簡単にできるようになるって、書かせていただきました。で、これはですね私娘がねこの間免許取ったんですよね。で皆さん免許持っておられる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、免許を取った時ってすぐにめっちゃ運転させません？させる自分もなんか今運転せんとみたいな感じで親が付き添って運転してくれたと思うんですよ。でなんか娘やっぱ怖いんかな、なんか嫌、だと言いながら今運転しとかんと、もうずっと運転できるようになるでって言って、で今ちょっとずつね私が横に乗って運転させるんですが、なんかこれすごいなんていうかないろんなことに共通するなと思ったんですよ。でまあね例えばですけど、それを最初にぐわーっと乗せる乗っていく練習するということが大事ですよね。そこで学ぶことって例えば技術力がまずはすごい上がりますよね。車の車庫入れとかね。で車の運転って一番何が大事かって判断力ですよね。今行くかとか、譲るかとか、なんかこのどこでどうするかとか、突然の出来事も結構多いですよね。歩行者がとか自転車横に走ってとか、ああいう時の判断力がすごい大事なので、でもそれも何回もずっとやってると慣れで分かってきますよね。そうなんですよ。であとはもっと言うと、ハートも強くなりますよね。もう娘はですねもうおっかなびっくりで運転してるぞ、で止まったらはあ、赤信号になったらはあはあ言うてるぐらいで運転してやるんですけど、早く終われ早く終われと思ってやってやるんですが、これをやっぱり続けることでこんなに何とも思わず車に乗ることができます。で授業も同じでしてね、私もそういう意味ではまあこうやって顔出しね、最初顔出しって嫌だったんですよね。でも出し始めるとなんかそんなことどうでもよくなってくるし、あとは例えば動画を作るとかね、動画も最初すごいしんどいんですよね。テクニック技術がわからないし、でも技術も慣れていくとスカスカスカってできたりします。うん。あとはですね、そうこうやってライブなんてやるって思ってませんでした。正直ライブもやり続けることですごい慣れてくるので、何かあったらライブしようかみたいになっちゃうんですよ。ライブってねすごいこの勇気と即席で喋る技術さえついてしまったらめっちゃ楽なんです、実は。だからライブしてるんですけど、だって編集いらないですもんね。そうなんです。この後の仕事がほとんどないと思うとライブ楽やなと思っちゃうのでライブしたりしてます。そうなんです。だからね、そこで言いたいことが、初めはでもやっぱりね、いっぱいやらないとダメです。慣れるまで、で慣れるまでできたと思ったら次はでもねやめないことなんですよね。このね継続するっていうのがすごい前から言ってるんですけど、めちゃくちゃ大事で、でもめっちゃやってる時、まあ、大量投稿とかやってる時は毎日やってたりするんですけど、そのうち2日に一遍とか3日に一遍とか、もうなんならまあ週に1回でもね、週に1回までなんですよね、落としてもいいのってね。
もうそれ以上になるともうなんか運動もそうなんですけど週1で、整う程度で伸ばしたかったらもう週2とか言うよね運動とかもね。なので週に1回まで落としてもいいかなと思うんですが、まあ、これは SNS の発信の話になります。でもまあ全部それにつながっていくので1回始めたら最初はうわーってやってそのうちスローペースになってもいいけど、まあ、やめないっていうことが大事ですね。であるところで何の本で読んだかなすごい怖い言葉があってですね、何やったっけな SNS はやめたらゴミっていう言葉がありました。やめちゃうともうゴミなんですって。だから、まあ、やめないで続けるっていうことが大事です。はい、で私はある意味ですねちょっともうスロー運転状態に今なってるのでそれでも集客できるっていうことが最初に一生懸命大量投稿をする時代があったんですね。でこうやってちょっと週に今は、インスタライブは週に2回になってますけど2回するみたいな感じのペースでやっています。はい、そうなんですよね。何でもね、最初頑張ってあとゆっくり続けていくっていうことをぜひやってみてください。で続けるっていうのができない人が多いからどんどん離脱して自分が残っていくっていうような流れになってます。はい、だからねそう何やろまとめますとってまとめるのがすごい苦手なんですけどまあとにかくやってみる。やってみたらどうやって続けるかを考えてみてください。うんね、はい、ということでそうですね、一つだけ案内させていただきたいのが、私のコンサルの先生の高橋貴子先生が主催する、感情価格術の本の出版を記念して1日セミナーをします。8月10日が横浜対面ですね。1日ゆっくりセミナーをしますね。8月10日が横浜、8月25日が大阪の心斎橋でします。特に大阪でするのはゆっくりスペースがありますのでよかったらお越しください。DM いただけましたら案内の方も出させていただきます。で、まあ、そこでね絶対来ないといけないっていうわけじゃないのでまた DM でそのページをね、送らせてもらってゆっくり見てください。まだ多分席がちょっとだけ空いてたと思います。で一般の方は5500円で、クスパに登録、クスパ絡みで貴子先生のセミナーに行かれてた方は3300円で行けますのでめちゃくちゃお得ですのでぜひ、行ってみてください。そこに私もおりますので、そこでも私もお話もさせていただきます。よかったら皆さんお越しください。はい、あっという間にこんな時間ですね。はい、じゃあ、今日来てくださった方をちょっと、おはようございますと言っていきたいなと思います。あ、しーちゃん、しずうゆうださんですね。すいません間違えました。おはようございます。あ、ルパンさん、おはようございます。あ、かつみさんですね。カシケットさん、梅干し美味しそう。梅酢めちゃくちゃ美味しそうでした。もうね、いいですねこの季節ね。土用の丑の日に梅干しを干すっていうのが習わしでそれはなぜかというと梅雨が明けたっていうことなんで梅干し3日間干したいので、まあ、連続で晴れてる日を狙うっていうね、うまいこと考えた。これもなんかこうマーケティングな気がしますね。あ、初梅さんおはようございます。ミーナさんもおはようございます。ゆるふわしほんさんはなんか可愛い名前です。おはようございます。あ、カプリさんおはようございます。あ、ミュウさんもおはようございます。スイーツミュウさんこの間大阪にね来てくださって埼玉いるのにでいつもねお土産持ってきてくださるんですけど米粉のシフォンがめちゃくちゃ美味しくてなんか、あんこうぼ空いてたので初梅さん食べたり広橋先生テーブルコーディネートの先生食べたりしてるんですけどなんか初梅さん食べて落ち込んでるっていうのが面白くてめちゃくちゃ美味しいからどうしようもう私の資本出しにくいってすごい言ってやって本当めちゃくちゃ美味しいですスイーツミューさんね。はい、でスタジオ、GCLEF さん、はい、おはようございます。あ、コウさんおはようございます。コウさんも美味しいスパイスカレーを作っておりますね。あ、ともちゃんおはよう、夏休みですね。あ、カウさんもおはようございます。カウさんも、8月25日の、大阪で開催するセミナーには来てくださいます。アンネさんもおはようございます。にゃ
にゃんこぱん、にゃんこぱんさんか、わ、はい、おはようございます。あ、ポコさんもおはようございます。あ、マンゴーさんもおはようございます。あ、太陽さんおはようございます。ご活躍見ております。皆さんたくさん来てくださってありがとうございます。あ、恵子さん梅干し今頃干してます。いいんじゃないですか。いつまでもつけてても大丈夫やし、もうでももう私はもうめちゃくちゃ美味しく今食べております。はい、あ、ミュウさんありがとうございます。初梅さんのバターケーキ絶品でした。そうなんです、初梅さんはパウンドケーキがめちゃくちゃ上手なので、皆さん強いとこで勝負したらいいなと思っております。はい、じゃあそういうことで今日も暑いですけど皆さん頑張りましょうか。じゃあ行きますよ皆さん。こうちょっとこうこの素振りして反対もちょっと運動してみてください。はい、じゃあ行きますよ。今日も元気にいってみよう。